Eso.新緑の今ちょうどモンカゲロウの羽化するような時期に来てますので、モンカゲロウのニーフがどのぐらいいるか、ちょっとこのモンカゲロウがいそうな砂地のところがあるので、この網でニーフをちょっと探してみて、ハッチが期待できるかどうかをちょっと見てみたいと思います。じゃあちょっとやってみましょう。それじゃあですね、川底にこの網をまあ仕掛けまして、下流にで、その上流の砂を巻き混ぜるとモンカゲロウがいればこの網に入ると、いましたね、あ、いるいっぱいいるよ、ほらすごいね。これだけでもあっという間にもういません。ちょっとこれをトレーに移して見てみようかなと思います。はい、いるね。しかももう羽化、もう羽化しちゃうって感じ。何でした？よし、じゃあやってみますかね。今ね、あの対岸のカメラさんからですね、マダラのスピナー出てるよっていう情報が入りまして、でライズどこ、ここ、この辺、こっち、あれのここ、今ね、あの結んでる間にライズしたよという情報も入ったんで、ちっちゃい18番のマダラのスピナー、こいつをあの背中だけフロータントを塗ってね。おー、見えた、オッケー、見えたよ、あいつな。
無視無視上に上がってきてたけどね、アダルのスピードは全く無視です。あちょっと待ってね、こういう時はですよ、もう完全にね揉んで水に馴染ませちゃう。どうだ、おおおおおわあ、食いそうだった。もっと馴染ませなきゃダメだ。パカーンと浮いてる時全く見向きもしれなかったけどね。するで、ダメだ、一回見切ったらもう食わない。え、もっとあっち、うん、ここじゃあこいつじゃないのね。ちょっと待って、ここのライズも一回やってみよう。おお、ここのライズ行ってみようと思ったら出た7X なんですよ。うぇーあーやばいやばいやばい、あフライで全然違うんだね。こっからがね、これね 7X なんでね、無理はできませんよ。おおおい、とっ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 と、おー、すげえグッドコンディションのこいつ。おい、やばいやばいやばい、